はい、というわけでね、今回は布袋寅泰さんにまつわる僕のね宝物を紹介します。こちらです。これ何かって言いますと、コンサートのチケットですね。これはね、1986年11月13日にね、新潟県民会館で行われたボーイのコンサートのチケットです。直近のアルバムのビートエモーションというアルバムを引っ提げて新潟に来てくださったんですけれども、僕はね2階3列目でしたね。2階席だったんですけど、本当にボーイの4人がねかっこよくてね、布袋さんは本当に足が長くて、転がしっていうんですかね、床に置いてあるねちょっとしたスピーカーがあるんですけれども、それをまたいでステージの端から端までね走り回ってこうお客さんを煽ってましたね。最前列の女の子がね帽子をかぶって見ていたんですけれども、ね、ボーカルの氷室さんがねひょっとこう取り上げて自分の頭にかぶったんですね。でそのまましばらくこう歌っててですね、その女性の頭にポンと戻した。周りの女性客がすごいいいなとかキャーとかって言ってました、ね、そのね女性客後ろ姿しかもちろん見えませんけれどもね、すごい幸せオーラが漂ってましたね。そんな楽しいコンサートをね、見て僕らは、まだ高校生だったんですけれども、電車で帰ろうとですね新潟駅に向かっている途中にね暴走族に絡まれましたね。いい思い出です。はい、続いてもう一つご紹介させてもらいます。これもコンサートのチケットですね。1987年12月22日新潟県民会館で行われたコンサートのものです。日付を聞いてねピンときたというボーイにお詳しい方いらっしゃるかもしれませんが、この翌々日のクリスマスイブに、ね、解散宣言をしてしまいます。その模様はね1224という映像作品となっていますので、ぜひおすすめです。ご覧ください。つまりねその一つ前のコンサートを僕が見たということになりますね。座席もね1階1列目なんですね。目の前にベースの松井常松さん、その隣センターにボーカル氷室京介さん、向こう側に布袋寅泰さん、ステージ奥のお立ち台のところにドラムの高橋誠さんがいらっしゃるというそういう景色でねコンサート楽しんでいました。当時はねまさに絶頂期のボーイだったわけなんですけれども、とんでもないハプニングが起こったんです。これねあまり語られてないようなので僕今から話しますね。当時ね解散の噂は一部報道などにより広まっていました。新潟県民会館もね開演前の客席は解散するのかなとか、解散しないといいねとか、あの噂は本当なのかななどのひそひそ話で、ちょっとただならぬ雰囲気でしたね。というのもね、ちょっと悪いフェイクニュースも混ざってまして、ボーカルの日野さんが犯罪に手を染めているというね、悪いフェイクニュースがあったんですよ。もちろんそれ嘘です。なんですけれども、ちょっとした、重々しい空気の中、コンサートが始まったわけです。もちろんね始まってしまえば熱狂に包まれて素晴らしいコンサートが繰り広げられたわけなんですけれども、1時間ぐらい経った頃名曲ワーキングマンという曲がね始まったわけですね。でそのギターソロの時にですねステージを向こう側から布袋さんがね走って僕らの目の前まで来てくれたんです。そしてね客席をほんと煽るようにギターを振りますからね、大股のステップを踏んでね、ステージギリギリのところまでね来てパフォーマンスをしてくれていたんですけれども、足を滑らせたのかステージからね落ちてしまったんです。ずり落ちる形、大怪我するような感じの落ち方ではないんですが、とにかくねステージから降りてしまいましたね。本人もねちょっと驚いたような表情をなさってました。そしてギターを弾いている手はギターを弾いている場合じゃないので両手で自分の体を支えてましたね。ステージに寄りかかるような格好でした。一番驚いたのは僕でね、もう目の前が布袋さんなんです。一列目ですから周りのお客さんもね固まってましたね。そして布袋さん何をなさったかというとね、彼足が長いでしょ、それでねすごく体が柔らかいんですね。ひとまたぎでねステージに上がってきました。何事もなかったようにパフォーマンスを続行して、その曲が終わったということです。
終わった後ね、めっちゃチューニングしてましたね。もう一つね、ハプニングと言っていいのかわからないんですけれども、何があったかというと、メンバー紹介、これ共感していただける方はね、ボーイによほど詳しい方だと思うんですけれども、ちょっと真似してみますね。原子のドラム、高橋誠、渋い男です。ベース、松井常松、日本中探してもこんなかっこいいギタリスト他にはいねえぜ。クレイジーギター、布袋寅泰、そして俺がボーカル日野清介だ、よろしくな。普段ならこうなるはずなんですけれども、自分の紹介の時にですね、そして俺が犯罪に手を染めているボーカル日野清介だ、よろしくな、というね、フェイクニュースを逆手に取ったようなジョークを飛ばしたんです。ところがね、客席のほとんどのお客さんはね、ちょっとそれについてこれなかったんですね。え?とか、チーンとするような、気まずい空気になっちゃったんです。でも氷室さん、さすがですね。察してね、即座におっしゃったんですね。そんなはずねえよな。もう客席はね、もう狂喜乱舞でしたね。そんなね、ちょっとハラハラする、瞬間があった、コンサートでした。そしてね、これもまた、ボーイフリークの方にはね、共感していただけるかもしれませんけれども、アンコールが終わってステージを去る、その時にね、氷室さんというのはいつもね、また会おうぜ、このセリフをね、おっしゃるんです。僕らの中では、もしまた会おうぜと言わなければ、これは解散が決まっているんだ、というようなね、ちょっとした判断基準があったんです。かくしてね、コンサートの最後の曲が終わりました。最後のセリフ、なんというかなと思った時にね、上目遣いと言っていいのかな、なんとも言えない表情でね、また会おうぜとおっしゃいましたね。その時の客席の熱狂というか、ちぎれるような悲鳴にも似たね、歓声、忘れられませんね。あの時の氷室さんの表情を覚えてますし、楽屋入り口に去っていく氷室さんのね、後ろ姿はかっこよかったですね。という感じで僕のね、思い出話でしたけれども、長々とすいません。ありがとうございました。引き続き Vlog よろしくお願いします。